うん、ボンクレ正月は自分の先祖はな、うん、でも祭りは今の言う悪霊払い、わがらろ、うん、疫病から始まるわな。一個の何百人のマンションに住んどったとしょ。そこでゴキブリが出たって一軒で、どんだけゴキブリ吠えたって隣の家行くだけやろ、目の鼻先やろ。でもマンション全部でゴキブリ吠えたいたらいなくなるだろ。自分の家だけでなくって、この悪霊払いを町全体、牛津でやってる、牛津全体みんなで力合わせようって、一つの力がこの祭り運動に絶対に、牛津の人間である以上やんね、祭りだけには帰ってこいって俺は育ったな。350年ぐらい前のお祭りですけどね、このお祭りの時だけはとにかく無礼講でね、遊びましょう、楽しんで大いに遊んで暴れましょう。どうやってやるか知らないけど、全く知らないけど、知らない、血が死に締めた、知らない、写真なんか撮りやすいとこだっけ、どこでも見たことある、なんかそんなんじゃなくて、引っ張ってくれ、引っ張って、そうそうそう、あ、じゃあ回ってもらえる、そうそうそう、こんなに締めんの、そうそう、ギュッて、もっともっと、えそうじゃないと、なんか戦ってるみたいになんかやっても、まあ祭り屋がいいやいうことで、まあ言うたら祭り屋が、まあ、多少のことは許せるという、そういう文化なんですということは、もう全く知らない人フラフラと来ても、ああ、やビールどうぞどうぞというのがありますね。だから、そんなとっとるもあるんなら飲めばいいと思う。この、こう、入れたところを、入れたところを、うん、トントンって叩いて、入れて、うん、いたしまる。よし。梅雨時ですから、よく疫病がね、蔓延したそうなんですよね。みこしを海へ入れたり川へ入れたり、まあ、みこし洗いというんですけどね、洗い清めると、これで松明は火ですから、これは疫病を、ね、避けるといいますかね、退散させるという意味なんですよね。飯食って着替えてきた。着替えてきた。ほら、かっこいい。なんて書いてある？誠一貫。誠一貫。キリコとミコシって別々にある？キリコがミコシの灯籠代わりなんですよ。ミコシを誘導するのがキリコで。本当キリコね。あれにぶつかることはありますから、それだけ気付けとけばね、火は大丈夫ですよ。ちょっとやけどするぐらい髪の毛がチリチリ。違うよ。みこしは選ばれた人しか携われないというか、1年間お宮 の準備とか清掃とか他のお祭りに参加して、で、それで担げる可能性が出てくるっていう。リュウ、何してんの？いつもすごい。バシャン行かれたね。行くよ、行くよ。お邪魔しました。お邪魔しました。もう仏も神もない時代、とんでもないこと考えついたよな。神様、神様に宿る神輿、一番大事な神様、その神輿さえももう術なかったやろな。
そのみこしの中に取り付いた悪魔払いをするためにみんな声を上げたんです。この町、こういうものが生まれたようなわっちゃん
責任と誇り持ってこの神輿やってくれな。